っと来た。ごめん。もう遅いよ朝日。待ちくたびれちゃったじゃん。いや、その来る途中にいろいろあって。ま、一応聞いといてあげる。今日は一体どんな言い訳を用意しているのかな。メイドさんと話したりとか。ふーん、僕との約束よりメイドさんの方が大切だったんだ。いやいやいや、そうじゃないって。決してそういうわけじゃないから、本当に。なんかいきなり話しかけられたんだよ。明日猫耳喫茶がオープンするんだにゃんって。何それ。いや、今のは。もう今日こそは怒ろうと思ってたのに笑っちゃったじゃん。だけど朝日って昔から不思議と人を寄せつけるよね。そうか。俺いつもだいたい一人だぞ。そんなことないよ。きっと朝日が気づいていないだけ。今日も僕が早売りのチョップを持ってきている。それが何よりの証拠だよ。はい、これ読みたかったでしょ。おお、続きが気になって仕方なかったんだよ。わざわざありがとな。ううん、気にしないで。どうせバイトに向かう途中だったから。ま、あと30分遅れてたら時間切れで先に行っちゃってたけどね。そっか、今日は土曜だし水木はいつものバイトの日か。だけど水木らしいよな、中学生相手の家庭教師だなんて。そういう朝日の今日の予定は、家帰ってチョップ読んで、あとは寝るだけ。おい、人を暇人みたいに言うなって。チョップだけじゃないぞ、アニメとゲームも待ってるんだからな。で、朝になる頃に寝るんだよね。充実してるじゃないか。もう相変わらずニート生活を満喫してるんだね。俺にとってニートは天職だからな。もったいないな。ん？何の？さあ、なんだろうね。それじゃあ僕、そろそろ行かなきゃ。今日はありがとな。それじゃあまた。うん、またね。それじゃあ、バイバイ。さてと、それじゃあ俺も家に帰るとするか。
違う違う違う。お、なんだあの人。こんな秋葉原は間違っている。はあ、どうして秋葉原は変わってしまったんだ。昔の秋葉原はこんなんじゃなかった。もっと夢と希望があふれていたオーディオの街だった。なんだなんだ。なのに今の秋葉原と来たらアニメだのアイドルだのめちゃくちゃだ。これあれだな、関わったらいけない類の人だな。オーディオの秋葉原はもう戻ってこないのか。どこへ行ってしまったんだ。俺の大好きだった秋葉原は。絡まれないうちにさっさと帰った方が良さそうだな。